ささみとたくみのお掃除講座。こんにちは、たくみです。今回はモテギ流掃除講座の動画の中から僕がなるほどと思ったものをランキング形式で3つ紹介していくよ。3位、トイレ掃除にキッチン泡ハイターがおすすめな理由。第3位はキッチン泡ハイターをトイレ掃除に使う動画で、掃除の時のポイントを10個紹介しているよ。どれもなるほどと思ったものばかりだったけれど、中でも僕が勉強になったのは便器の内側にある水が出てくる穴の掃除法かな。便器の掃除といえばトイレハイターみたいなトロッとしたジェルタイプの洗浄剤が定番だよね。でも便器の穴を掃除するならキッチン泡ハイターの方が便利みたい。というのもキッチンハイターみたいなトロッとした洗浄剤はボトルを押しても穴の奥まで洗剤が届いてくれないよね。でもキッチン泡ハイターなら穴に向かって吹きかけるだけ。道具を使わなくても穴の奥まできれいにできるんだ。水気が多いところはカビや黒ずみ汚れがつきやすいっていうし、除菌漂白作用もあるキッチン泡ハイターでしっかり掃除しておこう。2、キッチンハイターのつけ置きはお湯？水？第2位はキッチンハイターでお風呂の床掃除をする時のポイントを10個まとめている動画だよ。この動画で僕がなるほどと思ったのは、つけ置き洗いにはお湯ではなく水を使うというところ。僕は掃除するときたまに水を使うんだっけ、お湯を使うんだっけと迷ってしまうんだけど、どうやらキッチンハイターのような塩素系漂白剤は水の方がいいみたい。動画によると塩素は熱に弱くて、お湯と一緒に使うとすぐ塩素成分が飛んでいってしまうとか。確かに洗浄のボトルにも熱や光が当たらないところに保管してくださいって書いてあるしね。しかも塩素の効きが悪いと汚れ落ちや除菌効果も悪くなるみたいだよ。せっかく掃除をしても効き目がないとなるとかなりもったいないよね。塩素系を使うときは水を使うと覚えて効率よく掃除していこう。1、排水パイプとシンクを同時に掃除する裏技。第1位はキッチンハイターでお風呂の排水口を掃除する動画。パイプ掃除といえばトロッとしたジェルタイプの専用洗剤を使うことが多いけど、なんとキッチン泡ハイターを吹きかけてすぐにパイプに蓋をすればジェルタイプと同じように掃除ができるんだって。しかもこの動画では同時にシンクのつけ置き洗いもしているんだよ。やり方はまず水を溜めたポリ袋を用意して、排水パイプにキッチン泡ハイターを勢いよく吹きかけよう。そしてすぐポリ袋で排水口に栓をして、今度は水を溜めていくよ。水が溜まったらボトル入りのキッチンハイターを加えてつけ置き。これで排水パイプとシンクのつけ置きが同時にできるんだ。この動画で僕がなるほどと思ったのは、水を捨てるとき30分くらい置いたらポリ袋を外して水を流すんだけど、この時シンクに溜めていた水が一気に流れていくんだ。排水パイプに勢いよく水が流れて、キッチン泡ハイターで緩くなった汚れも落ちていってくれるよ。1回の掃除で2箇所きれいになるだけでなく、つけ置きに使った水まで活用するなんて無駄がないよね。まとめ。今回はモテギ流掃除講座の動画の中から僕がなるほどと思ったものをランキング形式で3つ紹介していったよ。気になる使い方があったらみんなも動画を見ながら試してみてね。それではここまで見てくださりありがとうございました。またお会いしましょう。モテギ克也の YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも